どうも、たくのりばあたけおです。今日もよろしくお願いします。今日は僕誕生日でございますということで、ビッグビートバースデーエディションを飲みます。はい、ね、誕生日なんです。まあ年もね、別に隠す必要もないんで、56になりました。1966年生まれです、僕は。はい、まあ多分ね、年の近い方が、見られてる方、40代とか50代が僕のチャンネル多いんですよね、見られてる方は。で、話題も合う人も多いかなとは思うんですけど、で今日はこのビッグピートのバースデーエディションですね、これを飲みます。まあビッグピートについてはね、もういろいろ言うこともないんですけど、まあラベルがね、特徴的で、このバースデーエディションのラベルは、ハッピーバースデーのハッピーっていうところの綴りをちょっと、変えてピートになってますね。ハッピートーバースデーになってますね。はい、スペックは700ミリの46度、まあ、6400円、まあ、あの普通のビッグピートの日本限定版ですけど、日本限定版の値段です。で、まあまあ、このバースデーエディションもそうなんですけど、まあ今売り切れでも限定品なんですね。まあ買おうと思ったらプレデになってるので、まあ僕のこれも開いちゃってるんであれですけど、開けてなかったら僕も売ろうと思ったら売れるんですけど、転売はしません。はい、自分で飲むためにウイスキーを買っております。ということで、早速ね、飲んでいきたいんですけど、まあ今日はちょっと味わった後にね、いろんな日本限定版出てるじゃないですか。で、同じ46度が多いんですよね。味はどう違うのかっていうのを、今日は先日やったこの焼き鳥バージョン、これとちょっと比べてみたいなと思ってます。樽構成とかが違うのは多分違うんですよ。なんでかっていうと、テイスティングノートが一個一個違うから。テイスティングノートね、ちょっと印刷したんですけど、例えばこのバースデーエディションはスモーキーで土っぽく、アイラらしい味わいがはじけ、シュガーアイシングとバニラクリームの甘いノートがフィニッシュで現れます。で、この焼き鳥はですね、ソルティーでスモーキーな忘れられないフレーバーというふうなことになってますよね。で、あとまだね、レビューしてないんですけど、こちらにあるヘビーメタルバージョンは、愛らしいアグレッシブなピートに詰めかけたファンのボルテージも最高潮、強烈でスモーキーなフレーバーということで、そこをね、ピックアップしてる。だからまあ、どのくらい違うかはね、ちょっとやってみたいと思います。僕も単体では飲むんですけど、飲み比べというのは実際あまりやったことないんで、ビッグピートは。今日はね、せっかくなんで、まあ、とりあえず、誕生日の乾杯の一杯、まずはストレッチ、いただきます。はい。はい。まあ、アイラ好きにとっては、ビッグピートはね、欠かせないウイスキーですよね。では、お誕生日おめでとうございます。ありがとうございますって一人で言ってもしょうがないんで。まあ、誕生日ということで、56回目でございます。皆さんもお疲れ様です。いただきます。ビッグピートだ。アイラの味です。美味しいですね。この、やっぱり土っぽいこの、そうですね、土っぽいっていうテイスティングノートがあったような気がしますけど、溶土感よりもそっちの方ですね、煙っぽい土っぽい感じです。ああ、そんな感じですね。でも
奥に流れるアイラの感じはやっぱりあります。はい、ではいや一人エディションとどう違うのか、いや一人を飲んでみます。どのぐらい違うんでしょうね。香り微妙にやっぱり、焼き鳥の方が塩っぽいです。バースデーエディションは甘いです。比べると分かりやすいんですよね。比べないと僕の鼻では分かりません。はい、これはね比べると分かりますよ。うん、微妙ですけど違います。焼き鳥をいただきます。焼き鳥エディションの方がやっぱりソルティーでスパイシーっていう感じですか。味わいもやっぱりですね、根底に流れるこのビッグピート感のスモーキー感、ピート感は変わらないんですけど、確かにね、単体で飲むとわからないんですけど、こうやって比較して飲むと確かに誕生日バージョンの方が甘口です。でこちらがソルティー&スパイシーです。焼き鳥でもこれはブラインドで単体でやられたら多分分かんないですねっていうレベルですけど、多分ウイスキーエキスパートの方なんか分かるんでしょうね。でもこうやってね比べるともこれだとね多分皆さん分かると思います。うん、違うウイスキーです。微妙ですけど、だから全く同系統っていうのも分かるんですけどね。奥にあるのがソルティースパイシー、こっちがバニランと、スイートって感じですね。はい、加水もしてみます。水するとやっぱり香りもね全然開くからですね。違いがやっぱりもっと出ますね。加水するとより塩辛くなります。こっちが、こっちは甘みがしっかり出てます。はい、でここまで言って中身が一緒だったら僕は赤っ端ですけど多分大丈夫です。テイスティングノート自体が違うんでですね、微妙な差ですけど違いますね。ビッグピートもねそのうち通常版といろんな飲み比べなんかもやっていたいとは思っております。ではバースデーエディションをしっかり、うまいです。はい、ではではロックをね飲みたいと思います。はい、ではバースデーエディションロックでございます。ビッグピートもいろんなバージョンがね出てますよね。例えば僕が持ってる中で言うとピートリコールとか、あとウイスキートーク福岡の限定ボトルとかはもうアルコール度数自体が違うんで、カルコンセから何から全然違うってのは分かるんですけど、この日本限定バージョンのいろんなパターンがあるじゃないですか。柔道とかもありましたよね。ああいうのも全部46度なんで味は違うのかなっていうのが僕も疑問だったんですけど、でも改めて今回ねちょっと見てみたんですよ、いろいろネットで。そうすると断定的に違うと書いてあることは一切なかったんですけど、テイスティングノートが一個一個違うんで、それにねやっぱり単純に言うと全く同じタル構成だったら
あんまり意味ないですよね。ラベルだけ変えてっていうのは。だからラベルが変わることに今回は、例えば焼き鳥バージョンなので焼き鳥に合うようなね、味わいにしてますとか、ヘビメタバージョンはそのもうとにかくスモーキーというのを売りにしてますとか、そういう違いが出ると思うんですよね。確かに柔道はですね、ソルティーを売りにしてましたね。何でしょうか、柔道着の汗の塩でしょうか嫌な塩ですけど、まあそんなこともあるんでですね、まあはい、それでビッグビート、バースデーエディション、ロックでいただきます。あ、ロックはですね、おースモーキーな感じと奥にあるバニラ感っていうかタル感、甘みがしっかり相まって、ロックも美味しいですね。ストレートもいいですけど、このロックはなんか食事の後にまったりと、そうですね、こういうのに合うのは何でしょうかね。スモークサーモン、鮭とば日本酒のつまみたいですけど、なんかそういうのが合いそうな、感じのロックですね。美味しい。で、今回いろんな人のビッグピートのレビューとかおすすめとかを、ネットで見ました。改めて意外と多かったのがおすすめの飲み方、ハイボールなの。だから アイラハイボールってやっぱ好きな方多いんですよね。ということでやります、ハイボール。はい、ではいつもの要領でハイボールを作ります。まあアイラのウイスキーが好きな方しかというか、まあが主に飲むんでしょうかね、ビッグビートは。だからやっぱりハイボールで、上がってくるこのスモーキー感、炭酸で上がってくるスモーク感っていうのがやっぱたまらないっていう人が多分多いんじゃないかなと思います。僕もそのうちの一人ですけどね。はい、氷を出しまして、ウイスキーはワンショット入れましょう。やっぱピートの効いたスモーキーなハイボール、僕も大好きなんですけど、改めてネットで見てみんな好きなんだなと思いました。はい、みんなじゃないですけどね、はい、ウイスキーを冷やして、炭酸はいつものソーダストリーム超強炭酸を静かに注いで出来上がりでございます。はい、で味を気持ち悪く冷やして、はい、ではビッグピートバースデーエディション、個人的なことですいません、56回目の誕生日でございます。乾杯です。安定の美味しさですね。スモーク感がやっぱりいいですね、炭酸が入るとで。やっぱりですね、僕は多分今日ね焼き鳥バージョンを比べて飲んだからだと思うんですけど、ずっとやっぱりベースに、バニラ感を感じます。甘い感じ、はい、っていうのはベースにあるなっていうのを思いました。多分単体で飲むとねわからないかもしれないぐらいな感じですけど、やっぱりこう飲み比べは大事ですね。美味しい、やっぱりビッグピートは。
ビッグビートはですね、通常版とあとはなんだ12年、ヘビメタ、ピートリコール、そしてウイスキートーク福岡、実はウイスキートーク福岡は飲んでしまった空き瓶ですがあるんで、まあ簡単なレビューもしますけど、あの一番ね、僕はちょっと気になってるのは通常版と12年でどう違うかっていうのは今度やりたいと思います。はいはい、美味しすぎてハイボールは3口で終わりました。ということで今日は個人的なことですいません、僕の56回目の誕生日にお付き合いくださいましてありがとうございます。あー、飲んだのはビッグビートバースデーエディション、ハッピーバースデーがハッピートーバースデーになってます。ピートの言葉が入っているハッピーバースデー、いつものヒゲのピートおじさんもこのバージョンだけ帽子をしっかりかぶってます。いつものあの風になびく髪型はございません。ケーキを持ってくれてます。はい、というものを飲みました。まあ味もね、美味しいんですけど、まあまあ年に一度の誕生日ということもあって、今日はねしっかりとこれを味わって飲んでみたいなと今からね、思っております。ということで今日はビッグピート飲みました。体格の岩竹を毎日こんな感じでいろんなウイスキーやお酒で遊んでます。まあほぼウイスキーチャンネルのね、おじさん YouTuber ですけど、お付き合いくださる方、一緒にウイスキーライフを酒ライフを楽しみましょう。はい、では今日のタクノミバーはこの辺で閉店です。最後までご視聴ありがとうございました。じゃあね、バイバーイ。